波は50センチ、後1メートルでうねりを伴うでしょう。フィリピン南部、今日は南東の風、海上では後南東の風がやや強く、天気は晴れ後曇り、夜遅く雨でしょう。波の高さは2メートル後2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。静岡県です。風は西部北東の風後東の風、中部東の風後北の風、東部西の風、伊豆東の風。天気は静岡県全域で晴れ夜曇りでしょう。波の高さは西部中部伊豆ともに1メートル50センチ後2メートルでうねりを伴うでしょう。東部は1メートルの予想です。これで痛めるかや。嶺北南の風、海上では後南の風がやや強く、嶺南南の風、海上では後南東の風がやや強く、天気は福井県全域で晴れ、夕方から曇りでしょう。波の高さは嶺北嶺南ともに50センチ後1メートルの予想です。これでいい。石川県です、うん、香川ではどうしてもそれでやるからね。南西の風、後南東の風、能登、うん、は南西の風、後南の風。天気は石川県全域で晴れ、夕方から曇りでしょう。波は加賀、能登とも50センチの予想です。富山県です。東部は南の風、西部北東の風、後南西の風。天気は富山県全域で今日は晴れ、夜曇りでしょう。波は東部西部とも50センチでしょう。東京、今日は晴れ、夜曇り。大阪は晴れ、夕方から曇り、ところによって夜雨でしょう。まだこれやったばっかだね。今日日中の予想最高気温は名古屋、岐阜ともに17度、津15度、静岡17度、福井19度、金沢、富山とも18度です。18度の予想です。昨日と同じぐらいの気温となるでしょう。各地の明日の予報です。明日は愛知、岐阜、三重、平野部は雨、昼過ぎから曇り、後晴れでしょう。岐阜県北部山間部は雨、朝晩曇り、日田北部では夜遅く雪でしょう。三重県南部、明日は雨、昼過ぎから曇り、後晴れでしょう。静岡、明日は雨、昼過ぎから曇り、後晴れ、ところによって朝から昼前、雷を伴うでしょう。北陸、明日は雨、時々曇り、ところによって夕方から雷を伴うでしょう。週間天気予報です。東海地方、向こう1週間は高気圧に覆われて晴れる日もありますが、低気圧や湿った空気または寒気の影響で雲が広がりやすく、明日は雨が降るでしょう。なお17日水曜日は岐阜県では寒気の程度によっては大雪となる恐れがあります。北陸地方、向こう1週間は曇りや雪または雨の日が多いでしょう。なお16日火曜日から18日木曜日頃にかけては発達する低気圧や強い冬型の気圧配置の影響で荒れた天気となり、低気圧の発達の程度や冬型の気圧配置の強まりの程度によっては大雪や 大しけとなる恐れがあります。気象情報をお伝えしました。続いてお知らせです。NHK 厚生文化事業団のボランティアグループ支援事業、若葉基金のお知らせです。若葉基金はさまざまな福祉の活動に対して支援金やリサイクルパソコンを送るもので、支援を希望する NPO やボランティアグループを募集しています。支援金やリサイクルパソコンを送る部門のほかに、自然災害の被災地での活動を支援する部門も設けています。申請は3月30日まで受け付けています。詳しいことは NHK 厚生文化事業団のホームページをご覧いただくか、電話 03-3476-5955 03-3476-5955 までお問い合わせください。
東海3県一市グリーン購入キャンペーンのお知らせです。グリーン購入は製品やサービスを購入する際、まずその必要性を十分に考慮した上、価格や品質、利便性、デザインだけではなく環境のことを考え、環境負荷ができるだけ少ないものを優先して購入することです。19回目となる今回のグリーン購入キャンペーンでは、愛知、岐阜、三重、3県と名古屋市で4500店舗以上が参加していて、ポスターや対象商品を紹介するコーナーを設け、グリーン購入を PR しています。期間中、対象商品を購入した人の中から抽選で250人に環境配慮食品セットなどのエコ商品をプレゼントします。詳しいことは東海3県一市グリーン購入キャンペーンのホームページ。